こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さないような深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、彼女ができない本当の理由というお話をさせていただきたいと思います。で、彼女ができない、まあいろんな理由あるんですけれども、その理由の一つの中に大きな大きな大きな要素があったりします。それを、やらないから第一関門を突破できなくって、それで彼氏候補にまずなれないっていうことがあるんですね。でもこれって誰でも変化することができるので、ぜひ頭に入れておきおいていただきたいんですけれども、一体それは何かというと、まず一番大きな理由っていうのはダサいでね、ダサいっていうのは、まあ簡単に言うと服装がダサかったりします。で、ダサいにもこうなんていうのかな、女性に気に入られる、モテたい、かっこよく見られたいって思う服装をしていない、気を使っていないということです。だからセンスとかそういう問題じゃなくって、心の在り方ですね。心の在り方が女性にモテようとしていない男性っていうのは、やっぱり女性から見るとカッコつけてほしいと思うわけですね。で、結構男性ってカッコつけるのがカッコ悪いって思う、ね、男性がいて、でも女性はカッコつけてほしいと思ってるんです。それちょっとナルシストになるわけじゃなくってね、男としてカッコつけてほしい。だってモテたいって思ってる男性の方が魅力を感じるわけですよね。女性もやっぱり綺麗にして、可愛いって思われたいって思う、ね、女性の方が魅力を感じると思うんですね。男性もそれと同じで、モテようとしてください。服を変えてください。女性にモテるようにね、シミとかシワとかね、大体結構こう彼女できないって言ってる人って結構こうシワがすごいあったりとか、こうヨレヨレの服を着てたりとか、ダボダボの服を着てたりとかすることがあるんですね。それって誰でも変えられることなので、あなたがモテようとさえして、そしてこう身なりを気をつけるだけで女性からの反応って本当に変わってきますので、ぜひ、今すぐにでも変えていただければ女性からの反応が変わってくると思います。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。